ハフマンプレーリーはライト兄弟が飛行活動の拠点とした世界で最初の飛行場である。レートン都市圏にありハフマンプレーリーはアメリカ合衆国の史跡指定を1990年に受けている。ハフマンプレーリーの土地は34ヘクタールの七角形の草地である。写真中の白い旗が史跡の区画境界を示している。 ライト兄弟は1903年に初の動力飛行を成功させた後の飛行活動のため敵地を探していたところ、デートンの銀行家トーランス・ホフマンから所有地の草地を無料で借り受けることができた。土地の名前はこの所有者に由来する。兄弟は1904年にはライトフライヤー2で105回計49分間の飛行を実施、1905年には ライトフライヤー3でウィルバーが 39km39 39分間の飛行を達成。一旦当地での試験飛行を中断。次には1910年によりライトカンパニーの試験飛行と飛行学校の活動を再開した。ライトカンパニーのハフマンプレーリーの利用は1916年まで続いた。現在ハフマンプレーリーは ライトパターソン空軍基地の敷地内にあるが史跡として、日本人も含め一般の自家用車でのアクセスが可能である。1990年に1905年の格納庫と発光装置のレプリカが2003年の動力飛行100周年事業で、説明版、遊歩道、駐車場が整備された。ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム。 ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズナショナルパークサービス2020年10月12日閲覧ホフマンプレーリーフライングフィールドナショナルヒストリックランドマークサムマリーリスティングナショナルパークサービス2008年1月19日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年6月13日閲覧一般には最寄りの大きな都市であるデートンにあるというが 行政区画では、フェアボーン市。ハフマンプレーリーの見学には、ライトパターソン空軍基地の真ん中を東西に走る444号線から、基地のゲート 16A に入る。夏休み以外は、見学客も少なく当時の様子が忍ばれる。1時間ほどで北東側の主要部分を一周できる。ライトパターソン空軍基地内にある、国立アメリカ空軍博物館を、 半日かけて見学し、さらにライト兄弟の自転車ショップを1時間ほどで回ると最初期の飛行機の一般的な歴史観光の完成となる。ありがとうございます。